平野省が語るフランスの魅力、神宮寺雄太との絆が深まった理由。パリの思い出、神宮寺雄太と平野紫が同じ場所で撮った特別な写真。パリの美しい朝、静かなセーヌ川のほとりで、平野紫は同じ場所で写真を撮ったことを思い出し、写真を撮っているときに感じた喜びを語った。いつかナンバーアンダーライン愛全員が幸せにフランスを訪問できることを願っています。 神宮寺がフランスに行くことを知った平野は、この特別な場所で行った撮影現場を紹介した。フランスで神宮寺の写真を見たファンは彼の美しさに感嘆し、さらにその地の魅力に魅了された。平野翔と神宮寺雄太が同じ場所で写真を撮ったことは、オンラインコミュニティで大きな話題となり、多くのファンがその瞬間を喜んだ。ジグヒラとして知られるこの二人の絆は、 ファンにとって特別なものとなっている。神宮寺がフランスに行った際、彼はプライベートの時間を過ごし、美しいパリの景色とともに写真を撮った。その写真は、ファンにとって特別な意味を持ち、彼らの心を温めた。このエピソードを通じて、私たちは友人や仲間との絆の大切さを再認識することができる。特に異国の地での経験は、 普段の生活とは異なる視点をもたらし、より深い絆を築く機会となる。神宮寺の写真は、彼の魅力を一層引き立て、ファンたちにとって忘れられない思い出となった。パリの美しい風景とともに、彼の写真はまるで絵画のように美しく、見る者の心を引きつける。また、平野と神宮寺雄太が同じ場所で写真を撮ったことは、彼らの友情の証でもある。異国の地で、 同じ場所で写真を撮ることは偶然以上のものであり彼らの絆の深さを象徴しているこのエピソードはファンにとっても特別な意味を持ち彼らの関係性に対する感謝と喜びを感じさせるものとなった神宮寺のパリでの写真は彼の自然体な魅力を引き出し多くのファンに愛される存在であることを再確認させる彼の写真に写る表情やポーズは まるで映画のワンシーンのように美しくパリの風景と見事に調和しているその自然体な魅力は多くの人々にとって憧れの的であり彼のファンであることの喜びを感じさせるこのような特別な瞬間を共有することはファンにとっても大きな喜びであり彼らの応援する気持ちを一層強めるものとなる神宮寺のパリでの写真は彼の魅力を余すところなく伝え 多くの人々の心を癒すものとなった。彼の写真を見ることで、ファンは彼のことをより深く知ることができ、その存在の大切さを改めて感じることができる。そして、このエピソードを通じて、私たちは友情や絆の大切さを再認識することができる。異国の地での経験は、普段の生活とは異なる視点をもたらし、より深い絆を築く機会となる。神宮寺の写真は、 彼の魅力を一層引き立て、ファンたちにとって忘れられない思い出となった。パリの美しい風景とともに、彼の写真はまるで絵画のように美しく、見る者の心を引きつける。また、平野と騎士が同じ場所で写真を撮ったことは、彼らの友情の証でもある。異国の地で、同じ場所で写真を撮ることは、偶然以上のものであり、彼らの絆の深さを象徴している。 このエピソードはファンにとっても特別な意味を持ち、彼らの関係性に対する感謝と喜びを感じさせるものとなった。神宮寺のパリでの写真は、彼の自然体な魅力を引き出し、多くのファンに愛される存在であることを再確認させる。彼の写真に写る表情やポーズは、まるで映画のワンシーンのように美しく、パリの風景と見事に調和している。その自然体な魅力は、 多くの人々にとって憧れの的であり、彼のファンであることの喜びを感じさせる。このような特別な瞬間を共有することは、ファンにとっても大きな喜びであり、彼らの応援する気持ちを一層強めるものとなる。神宮寺のパリでの写真は、彼の魅力を余すところなく伝え、多くの人々の心を癒すものとなった。彼の写真を見ることで、ファンは彼のことをより深く知ることができ、 その存在の大切さを改めて感じることができる。そして、このエピソードを通じて、私たちは友情や絆の大切さを再認識することができる。異国の地での経験は、普段の生活とは異なる視点をもたらし、より深い絆を築く機会となる。神宮寺の写真は、彼の魅力を一層引き立て、ファンたちにとって忘れられない思い出となった。パリの美しい風景とともに、 彼の写真はまるで絵画のように美しく、見る者の心を引きつける。また、平野と騎士が同じ場所で写真を撮ったことは、彼らの友情の証でもある。異国の地で、同じ場所で写真を撮ることは、偶然以上のものであり、彼らの絆の深さを象徴している。このエピソードは、ファンにとっても特別な意味を持ち、彼らの関係性に対する感謝と喜びを感じさせるものとなった。 神宮寺のパリでの写真は、彼の自然体な魅力を引き出し、多くのファンに愛される存在であることを再確認させる。彼の写真に写る表情やポーズは、まるで映画のワンシーンのように美しく、パリの風景と見事に調和している。その自然体な魅力は、多くの人々にとって憧れの的であり、彼のファンであることの喜びを感じさせる。このような特別な瞬間を共有することは、 ファンにとっても大きな喜びであり、彼らの応援する気持ちを一層強めるものとなる。神宮寺のパリでの写真は、彼の魅力を余すところなく伝え、多くの人々の心を癒すものとなった。彼の写真を見ることで、ファンは彼のことをより深く知ることができ、その存在の大切さを改めて感じることができる。そして、このエピソードを通じて、 私たちは友情や絆の大切さを再認識することができる。異国の地での経験は、普段の生活とは異なる視点をもたらし、より深い絆を築く機会となる。神宮寺の写真は、彼の魅力を一層引き立て、ファンたちにとって忘れられない思い出となった。パリの美しい風景とともに、彼の写真はまるで絵画のように美しく、見る者の心を引きつける。また、 平野と騎士が同じ場所で写真を撮ったことは、彼らの友情の証でもある。い。国の地で、同じ場所で写真を撮ることは、偶然以上のものであり、彼らの絆の深さを象徴している。このエピソードは、ファンにとっても特別な意味を持ち、彼らの関係性に対する感謝と喜びを感じさせるものとなった。神宮寺のパリでの写真は、彼の自然体な魅力を引き出し、 多くのファンに愛さされるるる存在であることを再確認させる彼の写真に映る表情やポーズはまるで映画のワンシーンのように美しくパリの風景と見事に調和しているその自然体な魅力は多くの人々にとって憧れの的であり彼のファンであることの喜びを感じさせるこのような特別な瞬間を共有することはファンにとっても大きな喜びであり 彼らの応援する気持ちを一層強めるものとなる神宮寺のパリでの写真は彼の魅力を余すところなく伝え多くの人々の心を癒すものとなった彼の写真を見ることでファンは彼のことをより深く知ることができその存在の大切さを改めて感じることができるそしてこのエピソードを通じて私たちは友情や絆の大切さを再認識することができる 異国の地での経験は、普段の生活とは異なる視点をもたらし、より深い絆を築く機会となる。神宮寺の写真は、彼の魅力を一層引き立て、ファンたちにとって忘れられない思い出となった。パリの美しい風景とともに、彼の写真はまるで絵画のように美しく、見る者の心を引きつける。また、平野と騎士が同じ場所で写真を撮ったことは、彼らの友情の証でもある。 異国の地でで同じ場所で写真を撮ることは偶然以上のものであり彼らの絆の深さを象徴しているこのエピソードはファンにとっても特別な意味を持ち彼らの関係性に対する感謝と喜びを感じさせるものとなった神宮寺のパリでの写真は彼の自然体な魅力を引き出し多くのファンに愛される存在であることを再確認させる彼の写真に写る表情やポーズは まるで映画のワンシーンのように美しく、パリの風景と見事に調和している。その自然体な魅力は、多くの人々にとって憧れの的であり、彼のファンであることの喜びを感じさせる。